こんににちはレトスでです昨日の宅建試験、えー、本当にお疲れ様でしたで今日の午前中なんですけれども、えー、合格ラインどれくらいになるのかっていう動画と合わせて今年の試験で思った点数が取れなかった、えー、でも来年こそ絶対合格したい、えー、そういった方に対して3つの動画これをもう続けて、えー、お送りさせていただいたんですね、まあ、一歩の動画にして なので、まあ、40分ぐらいでしたかね、え長い動画にえなってたと思います。で、中には、ちょっと長い動画は見るの大変だという方もえいると思いますので、まあ、今回はその、来年の試験に向けて頭に入れておかなければいけないことを3つに分けました。で、え今回のこの動画では1本目ですね。 1>, 1本目は合格できない勉強の仕方と合格できる勉強の仕方の違いについて解説させていただきますで意外とですねこれ分かったつもりになっていて分かっていない、まあ、実際できていないっていう方がほとんどですもう分かるとできるって違うんですよ合格できる勉強の仕方つまり理解学習というものを 間違っっててて、えー、頭に入れているっていうのかなそういった方いらっしゃいますんで、えー、ぜひですね一度ご確認いただければと思います。で2本目の動画では実際じゃあ理解学習って何なのかあまり無料の動画ではお伝えをしていない問題文の理解と質問内容の理解これが実は一番重要な理解学習の核となる部分なんですけどもそこについてお伝えします。で3本目が時間の使い方と 勉強の習慣付けの仕方についてお伝えをしていこうと思います3本だけの動画になっておりますので1本ずつご確認いただければと思いますでは1本目の動画をどうぞで、今回1回目の動画では丸暗記学習では合格できませんよということと合格するためには理解学習が必要なんだよということをテーマにお伝えしていこうと思います これまで勉強してきて、一回でも落ちた方は、これからお伝えをする勉強法を行っていないか、ぜひ確認してみてください。これから初めて勉強する方は、このような勉強したら落ちてしまうよっていうことを頭に入れながら、これからの勉強を行ってみてください。今からお伝えをする勉強の仕方は間違ってるんだ。これでは合格できないんだということを頭に入れながら、これから勉強を進めていきましょう。ではまずはじめに合格できない勉強の仕方をお伝えします。 それは参考書と過去問集だけで勉強している方です。で、達見の合格率見ると、大体15%から18%の間です。で、そうすると、約85%ぐらいの方が落ちているわけですよね。で、この落ちている方のほとんどが丸暗記学習をしています。参考書を買って、その内容を読んで、で、過去問集を解く、問題集を解く。で、これを何回も何回も行って、8割以上、9割以上解けるようにする。 こういった勉強をしている方多いと思います。このやり方やると、もちろん過去問の点数は上がります。過去問10年分、15年分、40点以上、45点以上、コンスタントに取れる方もいると思います。また予想模試でも40点以上、45点以上取れるように復習する方もいるでしょう。でも、本試験になると合格点が取れないんです。それはなぜか。それは参考書や過去問集の解説に、理解すべきところまで記載がないからなんです。 そのような理解すべきところが記載がない状況でテキストを丸暗記、過去問集の解説を丸暗記したところで理解できていない以上真の実力ってついていないんですね過去問はほとんど丸暗記しているからもう答えも覚えているでしょうだから解けるんですで予想もしも過去問をちょっと変えたぐらいなんで過去問を丸暗記している方でも比較的いい点数を取る方多いですでも本試験となると緊張して頭が真っ白になって 覚えた内容を忘れてしまう結局合格点が取れない落ちてしまうまた予備校生や通信講座を使っている方も同じなんです予備校で先生が解説する講義また予備校で支給されるテキストや演習問題の解説そういった講義や教材の中にも理解すべき点まで記載していない場合が多いんですね先生の講義であっても理解すべきところまでお伝えしているところって少ないです で、それはなぜかというと、講義って時間に限りがあるからなんですね。結局、理解すべきところまでお伝えしようとすると、カリキュラム通り進まないってなるんですよ。なので、結局、ポイント重視の勉強になっちゃう。つまり、ポイントを丸暗記する勉強になっちゃうんです。また、予備校の教材についても、理解すべき点まで書いてある教材、少ないです。通信講座も同じです。通信講座の DVD の内容、またテキスト、過去文集の解説、 そういったものにも理解すべき点まで教えているものは少ないです。なので結果的に予備校生の方も通信講座を通っている方も独学の方と同じように理解学習ができず落ちてしまう。そういった方が非常に多いです。大手の予備校や通信講座に通えば大丈夫だろうって思っているかもしれないんですけども実際のところは理解学習まではできずに落ちてしまうんですね。一方私たちレトスは 丸暗記学習ではなくて理解学習をお客様に実践していただいております実際に個別指導の受講者様については4年連続で7割超えの合格率を出したこともあります弊社の個別指導の受講者さんっていうのは元予備校生とか元通信講座の受講者様この方々が半数ぐらいです約半分ですねで残りの半分が独学で勉強されてきた方または初めて勉強される方です そして元予備校生や元通信講座の受講者様のグループと独学で勉強してきた方また初めて勉強する方のグループを比べた時に合格率って正直あまり変わらないんですよ一見すると元予備校生や元通信講座の方の方がこれ合格率いいんじゃないのかなって思われるかもしれないんですけども弊社の受講様で見るとほとんど同じですつまり何が言いたいかっていうと丸暗記学習で勉強していても実力はつかないっていうことなんですよ 結局は理解学習をどれだけやったかが合否を決めるんだっていうことなんですね。実際過去の受講者さんで中卒、元飛び職、法律知識が全くゼロっていう方がいらっしゃいました。その方は分数計算できません。その方はたった3ヶ月で一発合格しました。7月中旬頃に受講していただいて、その年の10月の試験で合格していただきました。またシングルマザーで育児と家事、さらにはダブルワークをしている受講者様、 0歳児か1歳児だったので育児が非常に大変だった方なんですねなので30分っていうまとまった時間を作ることができなかったんですその方には5分とか10分とかそういった細切れ時間を作っていただいて一発で合格していただきましたまた71歳で高齢になって記憶力に自信がありませんそれでも合格できますかそういったご相談をいただいた方その方には宅検合格するためには記憶力ってそんなに重要ではないですよ 理解学習ができれば記憶力が衰えている方でも合格できますよ。そのようにお伝えをしたんですね。その方も1回で合格していただきました。70代の方だけじゃなくて60代の方でも記憶力が衰えてきているなって感じる方いらっしゃると思います。そういった方でも大丈夫です。年齢とか、環境とか、法律知識のあるなしとか、勉強の得意、不得意とか、そういったものは関係ありません。個別指導の自己主様の中で初めて、えー、卓見合格目指したい。 っっっていいう方がいらっしゃったんですねでその方は会社員だったんですけれどもその社内に慶応大学卒業している方がいましたでその方は卓研に一回落ちちゃってるんですね慶応大学っていうと日本の大学の中でもトップクラスですその方は勉強していたらしいんですけども落ちちゃったんですねつまり勉強の仕方を間違えてしまえば高学歴の方でも落ちてしまうんですで一方で弊社の個別指導を受講していただいたその方は その年に一発で合格していただきました。結局のところ学歴も関係ありません。卓研に合格するための勉強の仕方を知ってるか知らないか、知っていてそれを実践できるかどうか、これが重要なんですね。理解学習ができれば誰でも合格できます。次の動画では理解学習について具体例を入れながらお伝えをしますので、ぜひ次の動画もご覧ください。あなたの卓研合格を応援しております。最後までご覧いただきありがとうございました。 達見合格目指して一緒に頑張っていきましょう